モデル Y はアメリカのテスラが製造、販売しているクロスオーバー SUV タイプの電気自動車である。ロードスター、モデル S、モデル X、モデル3に続くテスラの5番目の電気自動車。小型 EV セダンのモデル3をベースに開発された。モデル3よりも約10%ボディが大きく、モデル3の同じバッテリー仕様と比較して価格は約10%高く。 後続距離は若干短くなっている。グリルのないフロントフェイスなど、デザインはモデル3と共通のイメージを持つ。インテリアもモデル3のようなデザインで、車両に関する設定は、ほとんど15インチのタッチパネルに集約されている。基本は2列シート5人乗りだが、オプションで3列目シートを追加し7人乗りとすることも可能。2列目シートは3人掛けのベンチシートで、 個別に倒すことができる。また、2.3列目をすべて倒すと、フルフラットの過失になる。グレード、パフォーマンス、ロングレンジ RWD、デュアルモーターオードの納車は2020年秋以降に、開始。グレード、スタンダードレンジの納車は2021年初めに、開始する予定。4WD モデルは、フロントとリアに独立した2つのモーターを備える。また、 フロントとリアのホイールのトルクは統合してコントロールされており、時速 100km まで3.7秒で加速する力を持つ。オートパイロットと呼ばれる運転支援システムが全車標準装備となっており、オタでのソフトウェアアップデートで機能の追加や改善も可能である。雨や雪などの天候により、路面状況が変化しても安定して走行できるよう、トラクションコントロールが装備されている。 ありがとうございます。